ニューヨードリーム、はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで、9カップ、ついにビッグマムまでやってきましたね。4校、まあ、元4校と言ったらいいのかな。あれさ、結局さ、溶岩で溶けてっけどさ、あの二人って生きてんの死んでんの、まあ、どっちでもいいんだけどさ、まあまあ、ジジイとババアだからさ、まあ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 。あの、もしかしたら、その、ね、入浴してるうちにさ、あの、まあ、溶けてなくなっちゃったり、みたいなことかもしれないですけどね。はい。ということで、やっていきましょう。本日もオール1目指してやっていきますよ。最近調子いいよね。うん。あの、新しい方のカップになってから、4カップ中3カップはさ、あの、ストレートでクリアしてるもんね。ということで、はい、ニューヨークシティー。今年の頭にさ、なんか、あの、うちの会社、オーバープレイ。なんか、うちの会社の、毎年その、1年に1回、その、年始に、まあ、成績優秀者の人たちが、なんか、その、海外のどっか、まあ、日本も含めてになるんだけど、なんか、どっかで、あー危ないな！まあ、キックオフをするんですよ。キックオフミーティングみたいなのが全世界で集まって。で、それを受け入れが危ない！危ない！そう。で、それが、今年はフロリダだったらしいんですよね。で、その帰りに、なんか、あの、上司とか、まあ、同僚とかの人たちとか、お前その話してるってことは成績優秀者じゃなかったのって、もうその通りなんだけど、うん。まあ、残念ながら、会社で目立つだけ目立って、業績の方には全然貢献がすることできなかったっていう、悲しい男なんですけど、まあまあ、それはいいじゃないですか。うん。だから、ニューヨーク寄ってきたらしいですね。で、やっぱり、ニューヨークといったらさ、なんだっけ、プラダを着た悪魔とかさ、あと、それから、ティファニーで朝食をとか言うけど、悪魔はたくさんいたけど、朝食できるような、暖かさじゃなかったって。もう、凍えて死にそうだったって言って、1月のニューヨークでしょ？もう死ぬよね、そりゃ。ね。ね、東北並みに寒いわけですからね。うん。そんなところでさ、テラスとかに出てさ、なんか優雅に、ね、食事なんかできるか、バカ野郎って話でね。まあでも、いつかニューヨークとか行ってみたいよね。なんだろう、その、なんかニューヨークに行って何かしたい、あれがしたいとかっていうのは特にないんだけど、そういうところにやっぱ行って、やばい。最後の最後でミスんだよな、結構ね。うん、あー、やめてー。オッケー、うそ。あのね、マリオカートの嫌いなとこって結局こういうところなのよ。ね。まあ、でも一個思ったのは、もういいよ。はい、12でスタートしようよ。よいしょ。そう、あのね、一個思ったのはね、結局、あれですわ。どんなに頑張っててもね、これで、もう一個。オッケー。ピン、三つ。いらねえ。あ、ここ、コース外なのかよ。やばい、すげえ離されてる。こっから挽回できるのかな、どうなのかな、どうなんだろう。シンプルにどうなんだろう。いやー、ちょっと待って。こんなアイテムで果たして追いつけるのか。そしてアイテムが取れないし。1位のやつら超速いし。いやー、ちょっとニューヨークドリーム。まあ、ニューヨークって言ったらやっぱあれだよね。ダイハード3だよね。まあ、ニューヨークっていろんなところが舞台になってるからあれなんだけどさー、危ない、引かれることだった。もう本当にね、最後の最後でさ、まあ、油断してるわけでもなんでもないんだけど、普通になんかあそこまで連続でされたらさ、それは誰でも勝てませんわっていう話なんだよね。まあ、あそこまでボコボコに攻撃を受けても、勝てるだけ距離を離しときゃいいよっていう話なのかもしんないけどさ、あれこっちであっただけ、なんか道が変わってる気がするんだけど、まあいいや。そういうことなんですよ、結局ね。本当に。だから僕の実力不足です、全ては。でもムカつくものはムカつく。ね、よくダイパンとかってさ、なんかマリオカート、ダイパンとかって調べたら出てきたりとかもするけどさ、調べたことないけど、死ね。死ななかった。そしてアイテム取れなかった。やばい。あいつの後ろ、危ねえな、あの緑野郎。お前が勝ったのあれだぜ。アーコーラ様の恩恵を受けた。ただそれだけのことだからな。ここでぶつかれなかったらあれだったんだよな、きっとな。よいしょ。オッケー。リカバリーって言おうと思ったら無理だった。リカバリーが効くようにって思って言ってたら、なんとか間に合い。おっしゃ。オッケー、二度目の正直。お付き合いいただきまして、どうですさ。まあ、最近はあれでしょう、もうみんなもさ、だいたいさ、12分前後で終わってる動画は、あ、こいつ一発で全部クリアすることができたんだなと。それ以上の時間になったら、あ、こいつダメだったんだなって、まあ、察していただけてるんじゃないかなと思ったりもするけど、うん。
周りのサーキット。そういえばこれあれだね、あのかつてコツメコさんがなんか先動画記念動画かなんか忘れたけど、なんかそういうやつでなんか始めたらなんかスーファミがすげえ狂ってて、でなんかコースが全く見えない状態で走って、でものすごい事故を起こしたっていう、なんかそういう動画が上がった記憶がある。わかる人いるかな。ほんとコツメコさんもね、質問に回答しながらゲーム実況とかって大好きだったもんね、あれね。あとカイバンさんとかさ、忘れたんだけど、4人で遊ぶやつ、マリオパーティーとか、もそうだし、あとそれからゴールデンアイ007とかね、遊びに来たよーとかって平気な顔して殺していくっていうね、うん、あのサイコパス感がたまらないよね。あと誰だったっけ、あの女の人、めっちゃ声かわいい人、声ベチにとってはね、たまらなく可愛い声の人だったんだよね。痛いシーンだってすっげえ可愛い声だよ。なんか、そんな話したら久々にその動画見たくなってきたな。見よっかな。あの時確かあれでしょ？確か、まだその、なんか、録画機器ソフトっていうものがさ、あんまりその出回ってない時期だからさ、もうだって15、6年前？高校生くらいの時だからな、俺が。うん。だから、そう。あ、確かね、ビデオカメラで直撮りをしてたはずなんですよ。うん。だからすごい画面が、ビデオカメラから、画面を直撮りしてたから、すごいテレビ画面が、なんかブラ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 って、なんか、謎の波線が、謎の、線が、こう、ティロ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 って浮かんでるの。そんな、最後の最後でこれ来んのかよ、逃げ切れ、いやー、たぶん、オッケー、うまい、カーボン、ジョース、ありがとう。おー、クリア。定期的にね、定期的にっていうか、不定期か。逆に不定期だな。うん、コツメコさんにはね、どんな録画ソフト使ったらいいですかとか、なんか一緒に桃鉄でもやりませんかみたいなラブコール送ったりするんだけどね。まあ、いろいろ質問したら、丁寧にすごく回答をね、丁寧にすごくしてくださる方で、僕は好きなんですけど、相変わらず。なんだけど、やっぱり、一緒にゲームやりましょうに関しては、まあ、残念ながら、お断りを受けているって感じなんです。そうだよね、こんな得体の知れないやつがさ、ゲーム実況しましょうよって言ってさ、ね、心よく引き受けてくれるやつなんか、なんでそっちに投げるの、後ろに投げてほしかったな。うん、そんな物好きな人なんかいないですよ。僕、カイバンさんとかだったら別かもしれないけどね。うん。ね、まあ、カイバ社長とかになったりとかして、あら、面白いよね、本当にね、カイバンさんとね、コスメックさんのコンビネーションっていうのはね。まあ、なかなかやっぱり、多分年上なんだろう。多分2個か3個年上の人なんじゃないかなと思うんだけど、まあそうなるとやっぱりね、年齢的にもお仕事もかなりお忙しくなってきて、あ、ちょっと待って、はコントローラーの電源が急に切れた。ちょっと待って、マジで何してんの、やばい、もうわけわからんことになってる。そしてコースも64で知ってるからっていうあれなんで、あー、ちょっと食べないでよ、食べるならバナナにしてよ。でコース変わってるし、はこんなん俺の知ってるカラカラ砂漠じゃねえよ。よいしょー、もう一丁、やばい、危ない、あ、うんち捨てやがった。ちょっと待って、ちょっと待って、サイバースリックがしたい、サイバースリックだけ。今自らバナナ踏みに行ったな。あいつエロんじゃないか、実はキノピコって。危ない、とりあえずちょっとむずいな、このコース。あー、ありがとう、引かれてください、バナナキックス。ちょっと待って、むずすぎるぞこのステージ。ちょっとこんな順位で、ちょっと待って、1位どこだ。1位のルイージクソ速くないか。とりあえずちょっと1個ずつでも順位を上げていかないと非常にまずい。うっそー、終わったわ、これは確実に終わったわ。逆転できるかなんとか。うわー、あー、もうルイージゴールしてる。あー、はい、やり直し決定、出直してきまーす。いやー、疲れた。ね、ニューヨークでめっちゃ苦戦した。もう朝食どころか、もうほんとディナーにも、もう招待されないようなもう感じだったね、本当に。もうティファニーどころじゃなかった、マジで。くそー。
ニューヨークでさ、なんかいろいろさ、こんなお土産買ってきてほしいよみたいなことをさ、あの調べてたら、なんかまあまあ、なんだろう、こんなお土産買ってきてくれたら嬉しいなみたいなこといろいろ調べてたらね、あれ、なんか1位のやつクソ早くない？やつじゃなかったわ、金だったわ、金。あの野郎、一回ちょっと引っ、あー、ちょっと誰だよ、ぶつけたやつ。うまいな、逆にうめえわ、もう。はいはい、ちょっと待って、このあバナナ意味ねえじゃん、もう加えとくよ、俺のバナナ。なんて野郎だ。このステージだけなんかみんなやたらめったら早いんだけど、ちょっと待って、さっきみたいなのコントローラーの不具合みたいなことが起こったらね、たまらないんだけど、本当にもうマジでやめてほしい。よいしょ、でそうなるんだよ、コイン回収、お金は大好き。そうだよ、お金だよ。まあ、お金の勉強がしたい方はですね、正しいかどうかは別にしてさ、まあ、入門編とかだったら、あのインベスター Z っていうね作品読むといいと。何でアイテムを俺は取れないんだ、どうなっているんだ果たして一体。よしあばいぜ、いいねいいね、あーっけねー、ざっけんじゃねえよ、お前俺には叩く台もないんだよ。ギリギリ崖の上に、ちょっと待って、4位、嘘だろ。とりあえず目の前邪魔、チラチラ人の前走ってんじゃねえよ。チャ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 、パカパカポーン、パカパカプー、チャ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 、もうコイン、やばい、逃げ切れるか。おーお前コイン、ざけんなよ、ゲコメガセーやめた、やばい、カラクラ砂漠がもうマジであれだね、トラウマになりそうだね。くそ。ということで、砂漠を越えていくのにおそらくふさわしいであろう、はい、バギーカーに変えました。タイヤはおそらく砂漠にふさわしくない感じのあれになってると思うんですけど、まあやっぱりね、タヌキの力を借りなきゃいけないかなと思ったんで、はい、くらえ。よっしゃ。あいつ速いな、マジで。どうなってんの、普通一緒に走ってるはずなのにさ、足並み揃えようよっていうようなことがまあ世の中に広まっていってしまって、それで最近の運動会は面白くないみたいな、みんなでお手手つないでパーキーな相手ね、あ、ほんとクソつまんないだろうな、あんな運動して、そういうのがさ、まあ運動会って、なんでお前は食らわないんだよ、おかしいだろ、バナナ持ってんのは俺だぜ、4本持ってんだぞバナナ、ほんとにもう、あー、引っかかってくれてる、あー、よっしゃ、オッケーで引かれて、であいつもドンパッチと、オッケー、いいね、よっしょ、んで、こいつを抜けていけば多分オッケー、だいぶあれじゃないか、あら、リンク、さすが勇者様だな、勇者様が早い、ちょ、なんかこのバギーあれだな、音が音だからかさ、すげえ遅く感じるな。ブーン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 、無理無理。オッケー、あ、なるほどな、あっちにも行ける道があったのか。だからこっちに電車に引か、電車というか汽車に引かれる覚悟を背負うのか、こっちで行くのかっていうところですね。だからここでこれができなかったのがさっきの範囲になったんだよ。今もできてないけどね。よいしょ、おい。防御来い。オッケー。ああ、防御としてふさわしいかっていうと微妙だな。よし、オッケー。あとは、誰か引っかかれ。オッケー、完璧なる1位、華麗なる丸い石。よし。ピーチ、ベビーピーチが並んでるね。貝争いで。おっしゃ。ようやく、やっとラストまでたどり着けた。ありがとう、みんな。ありがとう、応援ありがとう。丸い石の首がありえない角度で曲がっております。さあ、自分のステージだから一発でクリアしたよね。ピンボールって書いてあったから、自分が弾になって発射ってか、三つ目の弾になりましょうっていうことか。まあ、このバギーは曲がりやすさ重視だから、あれなんだろうな、多分な、スピードがそもそも遅いんだろうな。まあ、そういうこともあるよ。待って、ちょっと全然わかんないステージが。うわぁ、なんかすっげえ危ないもんがもうぶら下がってんな。
なんであんな普通に走ってこいつ入る。ああ、違う、間違えた。まあ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 、まだ慌てるような時間です。めっちゃ慌てます。6位なんてもう、クズしか取らないような。あ、クズだからな。先に言っとく、6位を取ってるやつがクズだっていう表現は、俺がクズだから言えること。なんです、パックン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 。はい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 。はいはい、食事の時間です。お食事の、ああ、食事が終わりましたー。やばいやばい、怖い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 。怖い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 。バイン、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 マリアー。よいしょー、イン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 を攻めてー、ポイント取れない、誰か来ている。うわー、やばいやばいやばい、赤い血尿が来た、赤い血尿が。血尿ってのはどっちかっていうとうんこか。ほいほい、オッケー。これインを攻める方がいいのか、やっぱりスピードアップを目指した方がいいのか、あれこれどっちなんだろうな。で、こっち行って、こっち行って、こっち行って、2周目はもう完全にあれですよ、コース把握。オッケー、いいね、いいね、いいね。もうね、ここまでね、皆さん何度でも、1万回叫ぶー、1万1回でも叫ぶーっていう感じで、お付き合わせをさせてしまってますからね、はい。だからコースを覚えることによって、もうこれを一発クリアして、みんなに、いや、もういいって、お前、早く一発目でクリアしやがれ、タコ野郎って、タコ野郎って、沖縄のタコライスー、ブライ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 ブ、誰かわからないけど糞尿垂れて流しているさ、まあ、あんまりちょっと汚い言葉を使うと奥様に怒られるから。いやー、本当にこのゲームよくできてるよね。うん、こういうギリギリになった瞬間にね、あいつがね、こうバトってね、後ろからジュゲムジュゲム、後攻の擦り切れ野郎がね、こう私のことを虎視眈々と後ろからね、追い抜いてやろうかって狙ってきている。よいしょよいしょ、オッケー。で、ここ右急カーブさせて左に曲がっていったら、もう一回ピョンと飛ぶんですよ。ピョンと飛んで、で、あー、昔そういえばなんか Windows にピンボールっていうゲームあったな。あれ超ハマってずっとやってたよね、今思えば。あれ何が面白かったんだろう。いや、面白かったですよ。今思い出してもうちょっとやってみたいなって思ったりもするんですけど、今遊べんのかな、どうなんだろう。あれなんか古いゲームとかでインストールしないと遊べなかったりとかするのかな。ピー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 、危ない、セーフ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 、防御しっかりと、オッケー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 じゃない、逃げ切れ、ファイヤー、ちょっと待って、ちょ逃げ切れ、ジュゲーム、ゴーゴーのスリキル、ダメ、よっしゃー、ありがとうございました。キノピコが2位になってる、あ、ジュゲームが2位か、オッケー。でもルイージの方が早かった。いやー、お疲れさんでした。なかなか辛い戦いでしたね。まあでも、無事になんとかオール1位を取ることができたんで、結局このコース、4回プレイしたのかな ?4 回でなんとかクリアできたっていう感じですね。はい。まあ。はい。しっかりと、順調に進んでいけるということでございますんで、はい。いや、こんなギリギリの戦いを知られると、いやー、なんかエポナの代わりにバイクに乗ってるリンクってかっこいいな。でもお前やっぱりエポナに乗っとけ。うん。ということで、はい、今回の実況は以上でございます。なんかタイヤ外れてるよな、このバギー。よく見たらなんか、もうボッコボコなの。ちょっとタイヤ変えるか、次回な。うん。よし、ではまた次回パートでお会いいたしましょう。オール1目指して頑張ります。バイバイ。